北のフロンティア、やっぱいいな、どさんこアナが学んだ街弘前大学。実は弘前大学、北海道出身の人がものすごく多いんです。1位は当然青森県なんですが、なんと2位が北海道なんですね。こんなに道外の大学で北海道出身の人が多いっていうのはここ弘大だけなんです。だから入学式に行くと、あなたも北海道、私も北海道みたいな感じですぐこうね仲良くなれるっていうのが、なんかこうホッとするというかいいんですよね。ということで今日はこの弘前大学の最新の研究はもちろんですが、この私の大好きな弘前の街並みもたっぷりご紹介したいと思います。弘前大学は昭和24年に新生大学として発足、母体となった学校の起源まで遡ると100年以上の伝統を持つ国立の総合大学です。人文社会科学部、理工学部など5学部、大学院生も合わせるとおよそ7000人の学生が学んでいます。さあここですよ、理工学部、私が4年間学んでいた場所です。懐かしいですね。早速行ってみます。堀内アナが学んでいたのは理工学部気象学研究室。在学中に気象予報士の資格も取得しました。こんにちは。こんにちは。ああ、伊沢先生、お久しぶりです。吉君、はい、お久しぶりです。ご無沙汰してました。弘前のシンボル岩木山をテーマに研究をしていた堀内アナ。どうしてその岩木山がそのきっかけっていうんですかね。帯広から弘前に来て、もう最初に感動したのがこの岩木山の綺麗さ。もうこんなにこう山らしい山、うん、まあ、確かにね、があるんだっていうので、もうえらく感動しまして、うん、よく山に傘がかかったら雨が降るとかこうあるじゃないですか、うん、ありますね。だから山絡めてなんかお天気のことを勉強できないかなと思ったんですよね、うんうん、雲がちょっとあっちの岩木山の西側には広がってるんですけど、ちょうど真上はね、はい、こう青空が広がっていて、ね、まあ、雲がそこで引っかかって、こっちは晴天ということで。あ、なるほど、うん、ここ今ここ晴れてるのもやっぱり岩木山が、うん、雲を避けてくれてると、せき止めてくれてると、はい、そういう研究を僕はしてますねこれね。そうですねそうなんだよ。さあ続いては今年2022年の4月に誕生したばかりの宇宙物理学研究センター、こちらを皆さんにご紹介したいと思います。さあこちらということで早速お邪魔しましょう。こちらの研究センターは宇宙の仕組みを物理学で解き明かす理論研究が中心で、この分野は最近特に注目されている分野なんだそうです。センターってことですから、こう浅田先生だけじゃないんですよね。こう全体では、6名の教員から、なっています。ほう、すごく多いんじゃないかなって気はするんですけど、地方の国立大学の中ではこれだけ宇宙の研究者、それも、うん、特に理論に関係する研究者、一般相対性理論という、まあ、非常に数学的な道具を使うような研究テーマでこれだけの人数が揃っているのは、うん、弘前大学は唯一だと思っています。函館から列車でおよそ2時間の弘前市は、城下町として発展してきた津軽地方の中心都市です。ここは土手町という商店街ですね。結構いろんなお店がいっぱいこうあってよく来ましたよ。でこの道路あれです、夏になるとねぷた祭りって言って、あの大きいねぷたがここをねこう通っていくんですよね、行脚していくんですよ。荘厳な、いいですよこれもね、絶対見てほしい。あ、でここ土手町コミュニティパークってやって、あの下にスタジオあるの分かります？あそこでラジオの放送してるんですけど、僕らもあのサークルで、あの広大のサークルで、あそこでラジオをね放送するっていうサークルがあるんですよね。私もあそこで実際に喋ってました。いろんなお店が並ぶ土手町は堀内アナの思い出の宝庫です。弘前大学は総合大学の強みを生かし、分野横断研究体制で
地域への貢献を目指しています。こちらをご覧ください。津軽弁ですね。そうですね。なんかこうなんとなく言ってること分かるような気もするし、分かんないような気もするんですが、はい、アグドドスネからケクテマイネージャー。アグドって何でしたっけ。アグドかかとですね。かかと、はい、ケクテはかゆくて、かゆくて、はい、マイネージャーはいやちょっとダメなんだって感じですね、はい、ということでかかととすねがかゆくて調子良くないと。そうです、はい、はあ、ということでですね、これ何をやってるかと言いますと、実はここでは AI を使ってこの津軽弁を研究していると。そうですね、いうことなんですね、はい、お医者さんとのやり取りに関して、津軽出身の患者さんと、津軽地方出身じゃないお医者さん、まあ、場合によっては国外の方から、まあ、外国人の人も来て、外国人なんかは当然共通語しか習ってないと、うん、で津軽に来ていきなりこれぐらいのことを言われると何言ってるかわからないということがあるので、うん、まあ、こういうシステムに関しては需要があると。このプロジェクトには医学部や農学生命科学部、人文社会科学部などの先生が参加、学部横断的なチームを組み大学全体で取り組んでいます。若者と高齢の方使う津軽弁というのはやっぱり変わってきてまして、なかなか古い津軽弁というのが使われなくなってきていると、アーカイブとして残すということも必要だと思ってまして、津軽弁をちゃんと収集してアーカイブとして残してそれを活用していこうということで、まあ、このプロジェクトが進んでいるわけですね。今後は音声認識を目指し、津軽弁のデータ収集研究が進められています。2021年世界文化遺産に登録された北海道北東北の縄文遺跡群。北海道と青森のつながりは縄文時代の前からあったそうです。津軽海峡というのは今私たちは大きな海のなりますけれども、当時の人たちは大きな川だと思っていたようでして、頻繁にやり取りがあったようなんです。弘前大学は前身の旧制弘前高等学校時代に縄文晩期の亀ヶ岡遺跡発掘調査を実施するなど、長い考古学研究の歴史があります。縄文時代になりますとさらに活発になりまして、黒曜石ですとか緑色岩と呼ばれるような北海道で採れるようなですね、産物がこちらの方に運ばれているようです。こちらにある例えば黒曜石ですね、 X 線を当ててですね、そこで反射される成分を調べてみました。そうすると北海道産の黒曜石に特徴的な成分が検出されました。要するに北海道ブランドとしてですね、これが広い範囲で交流交易をしていた青函圏というのはまさにその時期にはもうすでにあったということになるかと思います。考古学を通じて北海道と青森のつながりを学べるのも伝統ある弘前大学ならではです。こちらは2016年に弘前大学のキャンパス内にオープンした弘大カフェです。もともとは大正の終わり頃に旧制弘前高校の外国語の先生のお住まいとして建てられていた建物です。ガラスとかも見ていただければ、こうちょっとこう歪んでるような古い部材を使って作っています。こだわりの自家焙煎したコーヒーや季節によって変わるスイーツがおすすめです。弘前大学には歴史と伝統ある研究分野もある中、新たに誕生した学科もあります。2020年医学部に国家資格公認心理師の養成を想定した心理支援科学科が新設されました。そんな学科で学ぶ石井さんは恵庭出身です。お母さんの方から青森の弘前の弘前大学に新しく医学部に心理支援科学科っていうのができるらしいよっていうことで、それはちょっと面白そうだなって思ったのと、
やっぱちょっと一回一人暮らししてみたいなっていうのがあったので、地元から離れてみようかなと思いました。学部ではもう主に公認心理師が働く分野ってとても広いので、いろんな分野の心理学をまあ広く学んでいるっていう印象ですかね。子どもの頃から心理学に興味があったという石井さん。私は子どもとかその子どもに関わる保護者とかのこう支援に興味があるので、児童相談所とか児童福祉に関わる職種に就きたいなって思ってます。城下町として栄え、歴史と文化が香る弘前市。弘前大学は総合大学として伝統を守りつつ新たな発展をしてきました。大学もどんどん新しい施設ができていますし、こうますます快適に楽しく大学生活送れそうだなっていうのをねすごく感じました。まあ、大学生の皆さんのこうキラキラした笑顔とか表情を見てると、僕ももっと頑張らなきゃなという気持ちにさせてくれました。できることならもう一回ちょっと通いたいななんていうふうにもね、思いました。